みんなこんにちは、サイエンスエンターテイナーの五十嵐美希です。前回野菜や果物のお花当てクイズをしました。ここにたくさんのお花がありますけれども、何のお花かわかりますか？正解はこちらでした。皆さん合ってましたか？合ってなかったよっていう人は前の動画でぜひ復習をしてください。ではまた戻します。えい、戻りました。このようにざーっと並べてみますと、なんだか似ているもの同士があることが分かってきました。で、今回はそのグループ分けをしてみたいと思います。それではレッツサイエンス。見た目からこんな感じで分類できました。それでは似ているグループ、その1、こちらピーマン、そしてトマト、ジャガイモの花です。もう一つ似ている花を出すとこんな感じです。これは何かというとナスです。実はこのお花たちはナス科の植物なんですね。まあ、よく花びらの数とかおしべの数とか萼の数とかを聞かれることがあったりしますので、これはぜひ見て印象に残って、まあ、答えられるようになると嬉しいなと思います。私は幼い時になんか一覧になってるのをバーッと見て、それをすごい覚えられなかったので、まあ、こういう風に実際に写真とかで見て理解していくのがいいのかなと思ってこの動画を作ってます。じゃあまず特徴としては、まあ、個体差があるものももちろんあるんですけれども、この花びらが 1,2,3,4,5 枚あります。実はこの花びらは根元でくっついています。そしておしべどこかというと、この花のこの中の部分、この部分ですね、この部分におしべが5つあります。これはすべて共通しています。続いて似ているグループ、その2、こちらはイチゴ、そしてこちらはリンゴの花です。これはバラ科の植物です。バラは今たくさん花びらがあるイメージだと思いますけれども、原種のバラはこんな感じです。バラ科の植物の花の特徴は、花びらが分かりやすい5枚、そしてこれらはすべて離れています。そしておしべはなんか数えられないぐらいたくさんありますね。めちゃめちゃめちゃってたくさんあるのが特徴です。似ているグループ、その3、こちら大豆、そしてそら豆の花です。はい、よく見てみるとなんか他の花に比べて蝶々っぽいですよね。特徴的な形をしていますので、覚えやすいかななんて思います。この蝶々っぽい花の植物をマメ科と言います。まあこっちも大豆ですし、こっちもそら豆ですし、なんか覚えやすいですよね、豆で。ちなみに道を歩いていて見つけるクローバーとか、あと公園で見つける藤とかも同じマメ科です。このマメ科の植物の花の特徴は、花が一応5枚あるっていうことになってるんですけれども、まあ、これはちょっと5枚っていうのがね、確認しづらいですね。
続いて似ているグループその4。ちなみにこちらの花は春菊、そしてこちらはレタスです。さあこのようなグループを何というかというと菊科です。春菊だしね。ちなみにこのタンポポも菊科です。でここ花びらたくさんあるように見えますけれども、これを解剖したのがこちらです。じゃあ見えねー見えない。でこの解剖したこの一個一個が実はお花なんですね。菊科のお花はこんな風にたくさんのお花が集まって咲いています。そして1枚のこの花の先を見てみるとギザギザになっているのが分かりますか？これとかすごい分かりやすいですよね。ギザギザしていますね。実は菊科の花は5枚の花がくっついて1つの花になっています。なのでこのようにギザギザしているんですね。このように花びらがくっついているものを合弁花と言います。逆にマメ科やバラ科のように花びらが離れているものを離弁科と言います。合弁科、離弁科、どっちか覚えてください。まあ離弁科はね、離れてるっていうことだからね。で合弁科は合だから、まあ合わさってるってことでくっついてるっていうふうににゃ感じですにゃちなみにこの一個一個についてるふわふわしたところ、これを萼と言います。この萼がたくさんあるのも菊科の特徴です。似ているグループその5、こちらスイカ、そしてこちらがキュウリ、こちらがかぼちゃです。それぞれ漢字で書くとこうなります。はい、全部同じ字が入っていますよね。これをウリと呼びます。これはウリ科の植物の花です。小学校5年生で育てるヘチマ、ゴーヤ、ヒョウタン、これらもウリ科の仲間です。まあ、なんとなく見た目も似ている気もする気もするこのウリ科の花びらの特徴は花びら5枚あってくっついている合弁花です。ここまで全部5枚ですね。うん、なんか覚えやすいですね。さらにご覧の通りウリ科の植物の花は2種類あることも特徴です。左側にあるのがおしべがある雄花で、右側にあるのがめしべがある雌花です。こんな風に雄花と雌花に分かれたものを単生花と言います。一つの花に一つの性しかないってことですね。これに対して一つの花におしべとめしべがあるもの、これが両生花です。単花両花、まあイメージと一緒ですね。ちなみに私たちがよく食べている実ができるのは雌花の方です。こっち側のやつ、こっち側のはい、雌花よく見てみると雌花の下のところとかに実っぽいものができてますよね。似ているグループその6、花びらが今までは5枚でしたけれども今回は4枚ですね。はい、このお花ブロッコリー、キャベツ、大根なんですけれども、花それぞれなんかの花に似ていますよね。そう、菜の花に似ています。菜の花の正式名称は油菜ということで、このグループは油菜科です。油菜科の植物の花の特徴は4枚、まあ、これそれぞれ離れていますので離弁花です。そしておしべの数は今まで5とか多数でしたけれども、今回油菜科は6なんです。なんか微妙に数が違うのがなんかうーんって感じですよね。ということで今日のまとめ、今日習った植物のグループや花の特徴をまとめるとこのようになります。まあ、これだけねボンってよく参考書とかには出てくるんですけれども、なかなか覚えづらいですよね。ですが今日は実際にお花を見ながらなんか印象に残ったら嬉しいなと思います。
こんな風に植物は主に花に注目して分類されます。もしも何か気になるものがあったら、これ何科かなっていう風に、まあ、ちょっと予想したりしながら図鑑で見てみると面白いかなと思います。ということで、この動画が楽しかったよ、ためになったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。いやー、これは本当に中学校ね、受験で覚えた記憶があるんですけれども、なかなかね、やっぱ覚えづらかったなっていう記憶がありますので、何回もこの動画を見返していただけたら嬉しいです。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバーイ